生日おめでとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。今日ね、5月15日ということで僕の誕生日なんですけど、誕生日祝ってくれたランキングあります。うん、第5位、まつげ。おお、12時3分早い。早い、うん、すごい早い、早いよね。5位で早い。第4位、乙女。おお、早っ。乙女が12時1分早い。早い、早い。3、2、1強っ。2分いなかった。第3位、あっちゃん。ありがとうございます。まあ、誕生日祝いのあめぎりって言われてますけどね。まあ早いですよ。あっちゃんが12時1分早いの、ちょっと早めの早いな。第2位、ボン。お前すごいな。誕生日おめでとう、24歳も舵取りおねしゃす。これね、悔しいよ。俺2位なのは、はい、これ激戦でしょ、もう、うん、タイム聞く限り。堂々の1位は僕たちの可愛い後輩ゴータです。素晴らしい。12時ジャストです。いや、びっくりした。俺も送ろうかと思ってたんだけど、お風呂入ってて、お風呂上がったらもうみんな祝ってたから、やべえと思って。普通にめっちゃ嬉しかったよ。この会社のさ、このグループがあって、そこでもみんなが出てしまって。マジックしてた。俺24歳の時にゴータが来たのに、舵取りおねしゃすだけ早く出てれば勝ったんだけど。でもビリ。おお。会社のビリ。キューチ。おー、危ねえ。でも ヒューチは2位ぐらいに食い込んでくる力量は見せてくれた。そのコチャで別に送ってくれてる。ああ、そんなんない。早さ。え、一応コチャのやつ聞く。あの、音声。音声、友達だから音声。誕生日おめでとう。キミ君節がすごいです。誕生日おめでとう。で、一応俺も音声って感じ。アンサーだ。ありがとう。仲いいな、おい。仲良し。ここまで仲良くなると、これで十分です。返信なしね。このやり取りだけ。でもこれ、全員送ってないよね。うん、チーム。一人いない。そう。そう思ったんだよね。はい。はい。15。ヨネちゃん、何してんの？ヨネ。会った時に言われるよ。あ、マジでそんな感じだろ。ってんだね、今。嬉しいですよ。僕のこの誕生日のランキングをやっぱ普段一緒にいる人たちが埋め尽くしてくれたと。で、なんとね、本日の朝からちょっと僕たちあの街の方に出まして、トレイスが男性写真集歴代1位になったっていうことを記念して広告が街中で流れる、それを見に行こうみたいな感じで、もう朝の8時からロケバス乗って、まあ、行ったわけじゃないですか。ビジョンがこういっぱいある中でトレイスの広告が4面ぐらい出たのかな、うん、わ、すげえわってなって見てたら、なんと最後サプライズで山田誕生日おめでとうっていうのを4人がそのビジョンの中で言ってて、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、めっちゃショートなんだけど、まあその秒数も決まってるから入れたんだ。入れましたよ。俺チェックしてるからさ、その前の部分入る余地なんてなかったの。うん、どうやって入れたの。本来は5人の集合の映像があるんだ。あー、なるほどね。だから明日からは5人の映像なんだ。そうっす。一応その映像があるんで、ちょっと見てください。こちらです。はい、ということでなんと、街中にね僕たちの広告が出るということで、なんとね4面ジャックということなんで、まあ、どの動画になるかわかんないんですけど、ちょっとねカメラに一応収めておきたいと思います。よし。うわー、なんかソワソワしてきたな。ね、どうなんだろう、早く見たいけど。結構な声量で祝ってよ。祝われたよ、お前。一言とかも何もなく急に出てきたな。サプライズもここまで来るとなかなかすごいですよ。日本国民にできる人